マササイトマササイトマササイト本名、サイトウマサノリ、サイトウマサノリ。1942年8月7日から2018年7月14日は、レスリング選手、プロレスラー。東京都中野区出身。日本プロレスや東京プロレスを経て、フリーランサーとなって新日本プロレスを、主戦場に活躍。アメリカにおいても、ムイ、アワ、 WWF など各団体で実績を残している。第一線を退いてからは新日本プロレスのブッカー、及びコメンテーターとして活動した。心情は合法ブロック、当たって砕けろ。明治大学在学中の1963年、レスリング全日本選手権にて、フリースタイル、グレコローマンの両ヘビー級で優勝。翌1964年、 日本代表として東京オリンピックに出場、フリースタイルヘビー級3回戦で敗退。大学卒業後の1965年4月に日本プロレスに入門。同年6月3日に高崎山猿基地戦でデビュー。翌1966年6月、日本プロレスを離脱し、豊のぼりが起こした東京プロレスに参加する。アントニオ猪木。イノキ 豊登りに次ぐ三番手のポジションで戦い、一時は陶器場の社長も務めた。しかし、東京プロレスは、翌年会えなく崩壊、イノキラを除く大半の所属レスラーは、国際プロレスに移籍する、斎藤は、渡米を選択し、フリーランスの一匹狼の道を歩むこととなった。アメリカでは、ミスター・サイトを、ミスター・サイト、または、マサ・サイトを、マサ・サイトを、リングネームに、 一貫してヒールのポジションで活動。レスリングの自力を下敷きにしたアクトファイトが高評価を受け、西海岸で長くトップヒールとして活躍した。その後はフロリダをはじめとする海の南部各州、ニューヨークの WWF、ミネソタのアワと全米各地の繁栄マーケットを転戦。数々のタイトルを獲得し、アメリカで長期にわたり最も成功した日本人レスラーとなった。 後日日本では1972年3月、5年ぶりに帰国して、古巣の日本プロレスに出場した後、1974年4月からは、新日本プロレスに、日本側の助っ人として断続的に参戦。明大の同期である、坂口誠治ともタッグを組んだが、1978年ぐれに、広松田や上田馬之助、サンダースギヤマラとフリーランサー同士による、 ユニット、狼軍団を結成し、日本でもヒールに転向。松田とのタッグで、坂口ストロング小林から、北米タッグ王座を奪取し、日本での初退官を果たした。また、同時期には、上田と共に、国際プロレスにも参戦している。その後1980年始めまで、新日本プロレスでは、外国人サイドの参謀格を務めた。 1983年からは、長州寺からや、キラーカーンとのユニット、革命軍を経て、長州が結成した、維新軍、後のジャパンプロレスの参謀格となって活躍。チョキや藤並達美ら、新日本正規軍との軍団構想に臨んだ。1985年1月には1シリーズだけだが、全日本プロレスへ参戦、ジャンボ、鶴田や天竜現一郎と対戦している。 しかし、1984年4月に、ウィスコンシン州で、ケンパテラが起こした、器物損壊事件。パテラは、偶然訪れたマクドナルドで、その店を解雇されたことを恨んだ元従業員による、投石があった際に、そのに合わせただけと主張の逮捕劇に巻き込まれ、宿泊先で斎藤と同室だった、パテラを逮捕しようと部屋に押し入った、警官数人をなぎ倒してしまったため、 外審員裁判で有罪判決を受けた。斎藤はこれを不服として現地の日本総領事館へ助けを求めたが、大使館や総領事館では、釈放や減刑の要求はできないため受け入れられず、1985年6月より現地で1年半の刑務所暮らしを送った、罪状のうちほとんどが無罪だったが、パテラと一緒に現場にいたことや女性警官を投げ飛ばしたため有罪となった。 自身はこれを休息期間と考え、刑務所内で肉体改造に成功。後に監獄固めという技を開発した。1986年末に出所し、阿波地区で海外武者修行中の高野俊治の面倒を見た後、1987年3月、猪木闘魂ライブパートに出のチョキとのシングル戦に合わせ、日本に帰国。1987年10月4日、 岩流島で行われた猪木との時間無制限、ノーレフェリーノールール、無観客マッチは、岩流島の戦いと呼ばれ、2時間5分14秒の死闘を繰り広げた。その後、竹シプロレス軍団に参謀役という形で参加した。1990年2月10日、東京ドームでラリーズビスコを破りやわ、世界ヘビー級王座を獲得。2ヶ月後に、 アメリカのセントポールにてズビスコに奪還されたものの47歳での大感劇は快挙と称えられた。第一戦を退いた後はワールドプロレスリングの解説者を務め初期にはインタビュアーを兼任することもあった。1999年2月14日、日本武道館において自らが発掘したスコット・ノートンと引退号を行った。この引退試合でも 巨体のノートンをバックドロップで投げるなど、往年のパワーを見せつけた。2003年に新日本プロレスを離脱し、長州らと WJ プロレス旗揚げに参画する。WJ プロレス時代、記者会見の席に現れた斉藤は体に新鮮が見られ、発語にも難がある状態になっており、以降身体的不調が知られるようになった。WJ プロレスは、その後1年余りで崩壊する。 2005年、斉藤を慕っている佐々木健介がファンにマサさんのことを忘れてもらいたくないとして、健介オフィス株式会社化の際、斉藤をアドバイザーとして招聘。記者会見には斉藤も姿を現している。斉藤は、量がなかったジャパンプロレスに入門した当時の健介を自宅マンションに居候させ、身長がない分、横に筋肉をつけろとアドバイスするなど、 死傷格の存在であった。2006年には、阿波時代のタッグパートナーであったニック・ボック・ウィンクルとの対談が雑誌掲載されるなど、長年の激闘の後遺症はあるものの健在なところを見せた。その後は、佐々木夫妻の住む埼玉県吉川市に住居を移しており、中島勝彦らと会食している写真がオフィスのブログに掲載されることもあった。 また、週刊プロレスの北斗賞の対談コーナーにも登場した。2008年には、ケンスケオフィスの新人たちにバックドロップの技術を教授している姿が、ファイティング TV サムライの S アリーナで放送された。当時、ケンスケオフィスに所属していた西川淳は斎藤を慕っており、2011年頃の西川のブログでは、 一緒に食事をしたなどの当時の近況が紹介された。2014年から2015年にかけてダイヤモンドリング道場の閉鎖後は故郷の東京に転居したことや2000年よりパーキンソン病の治療を受けていること、2013年に障害者手帳の交付を受けていたことなどを明らかにした。2016年12月2日、大阪市上等区民センターで行われた元 新日本プロレストリシマリ役の神井文彦がプロデュースする工業ストロングスタイルヒストリーゴーホーブロックフォーエバーで約4年ぶりにリングに断した。解除なしではリングに上がれないほどだったが海賊男正体は武藤刑事の教習に応戦した。2017年1月18日付の日韓スポーツ史上東京モリン特集で栃木県内の病院で リハビリに取り組む斎藤の姿が記事で紹介された。記事によれば、パーキンソン病の症状が末期状態になっていたもの、1時間のトレーニングを1日3回、こなし、2020年東京オリンピックの年にカムバックすることに向けて、トレーニングを毎日続けているとしていた。2018年7月14日1時5分、パーキンソン病のため死去。ただし、 上井文彦によれば、実際に死去したのは7月13日であり、7月14日は、医師が死亡を確認した日付であるという。同月21日に、二22日に、葬儀、国別式が、東京、青山の梅窓院で行われ、艶では、実況席で共にする機会が多かった、辻吉成、国別式では、徳光和夫がそれぞれ司会を務めた。メラ ザグレート歌舞伎と、武藤慶治が彫辞を述べ、通夜、告別式には、長州力、坂口誠治、天竜玄一郎、木戸治む、アニマル浜口、キラーン、前田明、蝶野正宏、佐々木健介、北都省夫妻、長田博士、小島佐都市、西村治古立一郎らが参列した。改名は、妻の意向により、リングネームと同様に、マサ藤とされた。 東京プロレス崩壊後の1967年4月、斉藤は単身で渡米し、フリーランスの日本人ヒールとして、アメリカのマット界に活躍の場を求めた。ロサンゼルスで米本土デビューを果たしジョバーを務めた後、サンフランシスコに北上して、日系アメリカ人レスラーの大御所近似渋谷と開港。渋谷のパートナーに起用されて、本格的なタッグチームを結成。 日系レスラー特有のヒール技術を叩き込まれ、出世のきっかけをつかむ。コスチュームも渋谷に合わせ、シッカまでのセミロングタイツ、通称タゴサクタイツに素し、または自家旅という日系悪党スタイルとなり、1968年7月13日にペッパーゴメスペドロモレスからサンフランシスコ版のみ世界タッグ王座を奪取。 よく1969年8月9日にゴメスピーター・メービアに敗れるまで長期政権を築いた。ロサンゼルスでも渋谷と組んで活躍し、1971年から1972年にかけてんびアメリカスタッグ王座を再三獲得。1971年12月17日にはグランドオリンピックオーディトリウムにおいてアメリカ遠征中だったジャイアント・ババ ジョン・トロストの金網デスマッチも行われた。シングルでも、ミルマス・カラス、フレッド・ブラッシー、レーメン・ドーサ、ロッキー・ジョンソンなどのトップスターと対戦、1972年3月4日には、ドリー・ディクソンからロサンゼルス地区の TV 王座をダッシュしている。渋谷とのコンビ解消後、1974年4月より、新日本プロレスにフリー参戦するようになるが、 以降も、アメリカを、主戦場に、主に、タッグプレイヤーとして活動。同年は、カナダのバンクーバー地区にて、ジンキニスキーと組み、11月11日に追い、カナディアンタッグ王座を獲得。ヘイスタックカルフォーンマイ・ミッチェル、ドンレオ・ジョナサン&、ダッチ・サベージなどのチームとも対戦した。1976年は、古巣のサンフランシスコにて、ミスター・フジを、新パートナーに、 ペドロ・モラレスパッド・パターソンと構想展開した。1977年により、太平洋岸を離れて、イの南部エリアに進出。広松田がブッカーを務めていたフロリダ地区、エディ・グラハム主催のチャンピオンシップレスリング、フロム・フロリダでは、1978年に、ミスター・サト、吉野里こと、高アキヒサと純正の日本人タッグを結成して、ジャック・ブリスコ ジェリー・ブリスコの兄弟チームとフロリダ・タッグ王座と US ・タッグ王座の両、イトルを争った。US ・タッグ王座の体幹時には同地区のヒーローだったダスティ・ローデスと和風マク・ダニエルの豪華コンビを相手に防衛戦を行っている。フロリダには1980年まで定着し、同年5月6日にはスティーブ・カーンから TV 王座を奪取。イワン・コロフ、ディック・スレーター。 ドン・ムラ・コラと共闘し、同地区のトップヒールとして活躍した。1981年、キャプテン・ドゥ・アルバーノをマネージャーに迎えて、WWF に参戦。サンフランシスコでも組んでいたミスター・フジとの日経悪役コンビで、同年10月13日に、リック・マーテルトニー・ガレア。翌1982年7月13日に、チーフ・ジェイ・ストロンボー ジュールズ・ストロンボーを破り、WWF タック王座を2回獲得した。大会中は、アンドレザ・ジャイアントトニー・アトラスなどの協力チームを相手に防衛を続け、ボブ・バックランドが保持していた、WWF ヘビー級王座にも挑戦している。ペドロ・モラレスやパッド・パターソンとも、西海岸やフロリダでの遺婚試合を再現した。1982年12月7日には、 ペンシルベニア州はレンタウンにて、当時 WWF を短期サーキットしていたタイガースクとのシングルマッチも行われている。1983年下期より、当時のアメリカにおける三大メジャー団体の一角を占めていたニに登場。デビッド・シュルツをボディーガードに従え、9月から11月にかけて WWF に移籍する直前のハルク・ホーガンと構想を繰り広げた。 翌1984年上期は、ジェシー・ベンチュラーとのタッグチームファー・イースト、ウエスト・コネクションで活動、クレッグ・ガニアジム・ブランゼルのハイフライヤーズと構想し、マット・ドッグ・バション、クラッシャー・リソワ・スキー、バロン・フォン・らしく、ブラック・ジャック・ランザなどのベテラン勢とも対戦した。同年下期からは、ニック・ボック・ウィンクルと組んで、ファビュラス・ワンズや、ナディ・ヘニングカート・ヘニングと構想。 リック・マーテルのアは世界ヘビー級王座にも挑戦した。1985年は、シーク・アドナン・アルイコールケイーシーをマネージャーに、マスク・ド・スーパースターや、キング・トンガと、反米ユニットを結成、サージェント・スローターや、ジェリー・ブラックウェルと抗争を展開し、ロード・ウォリアーズとも対戦したが、前年4月に、ケン・パテラが起こした、器物損壊事件に巻き込まれての警官暴行容疑の、目、 1> 約1年6ヶ月間にわたって服役することとなる。服役後の1986年末、海外武者修行中だったスーパーニジャこと、高野俊治のパートナーとして、アワに復帰。翌1987年3月には、バディローズと組んで、マーティジャネッティショーン・マイルズのミッドナイト・ロッカーズが、保持していた、アワ世界トック王座にも挑戦したが、 WWF の全米侵攻により、旧来のテリトリー制が崩壊したこともあり、以降はアメリカに、レギュラー参戦することなく、日本に定着した。プロレスラーとしては、背が高くない。その体格のハンデを埋めるため、ウエイトトレーニングを熱心に行っていた。その結果、50歳を過ぎても、現役のプロレスラーとして活躍し続け、お腹は出ているが、分厚い胸板や、 太い腕をした体を披露していた。若手レスラーに熱心にトレーニングの指導を行っていた。トレーニングや肉体に対して進行にも近い関わりを持っており、病気で入院していた時にトレーニングができないことを嘆いて、見てよ。体が縮んじゃったよ。と看護師にぼやいたというエピードがある。ただし、それを聞かされた看護師からは、こんな大きな体してて、 どこが縮んだって言うのと返され、取り合ってもらえなかったそうである。ある時、プロレスライターのモンマ・タダオが斎藤に、腕に贅肉がついてきたと、からかったら、徹底的に否定した。それでもモンマが繰り返しからかったところ、納得せぬままその場を去った。そして2週間後、どうだい、モンちゃん、きっちりしまったろ。と、筋肉痛になった腕をさすりながら、 モンマンに力こぶを見せた。斎藤自身、トレーニングに対する信奉は強かったようで、現役レスラーを退いてからも、トレーニングジムなどで無謀とも思える、高重量のバーベルに挑む姿が目撃されている。前世紀は、ベンチプレスで 200kg 以上、インクラインベンチプレスで 180kg を上げていた。プロレスラーとしてのマサ斎藤は一貫して荒々しい。 キャラクターであったが、カルピスが大好きという愛嬌のある一面や、解説者時代に見せた天然ボケとも言えるキャラクターも知られている。カルピスについては、あんなに美味しい飲み物はないよなと、自他共に認める大好物である。これが、斎藤自身の豪快なイメージと、相まってか、現役をそのまま飲んでいるという噂まで生まれた。これについて本人は、薄めないと飲めないと否定している。 解説者時代のマササイは、言い間違いや、祖頓狂なコメントをすることが多かった。例えば、当時、正体を公式には明らかにしていなかった、マスクマンの試合を実名で解説してしまったことも、多い重心サンダーライガー、ブラックタイガー、エルサムライなど複数。また、正体が明らかであるが、あくまで別キャラクターとして、リングに上がっている選手、グレートムタ、パワーウォリアーなど、も、 本名で呼んでいた。長野正弘と小原同友の試合で、小原が犬の首輪をはめられた場面では、犬はです犬は、トレンコ。また、無王の狙いは、世界制覇と言おうとして、世界平和と発言したこともある。この種の言い間違いは、媒挙に暇がなく、G1、G1 のことを GI と言った、G1 の優勝候補選手予想で、リフェリーのタイガー。 服部の腕っぷしの強さを熱く語ったアナウンサーが身の取れないバックドロップと実況するといや受け身を取ってますと返したチーム2000チーム2000の岡田くなに T2000 と発音辻義成がノートン &CM に引っ掛けてスコットノートンは和の精神を理解していますと煽ったところそれは CM だけでしょと薄なツッコミをしたなどなど武勇伝は数知れない アメリカでの活動が長かったこともあり、英語力に長けている。ノートンなどの外国人レスラーに流暢な英語でインタビューすることもあった。戦術の通り、アメリカでは堅実なレスリングのできる日本人ヒールとして、1960年代末から1980年代にかけて、当時の三大メジャーであるのび、WWF、アワの各団体で活躍した。特に、 斉藤と同じクレスリングのオリンピック代表選手だったバーンガニア主催のアワでは1983年にハルク・ホーガンと抗争するなど絶大な悪党人気を獲得後にミネソタ州知事となるジェシー・ベンチュラともタッグを組み彼の名を冠したカクテルが存在するほどである関係者からの評価も高く警官暴行事件の際には裁判でバーン・ガニアやニック・ボック・ウィンクルらが 斉藤の弁護に立った。ブロックレスナーは斉藤のことを非常に慕っている。レスナーは2012年の WWE 復帰以降は地方巡業や海外でのハウスショーは愚か、通常のテレビショーにもほとんど登場せず大一番のみのスポット参戦となっていたが、2015年7月4日に両国国技館で開催された WWE 日本公演にて、 アメリカ国内も含めて実に11年ぶりとなるハウスショーへの電撃参戦を果たしたことが大きな話題となったが参戦を決めた理由がブラッド・レーガンズと共に療養中の斎藤のお見舞いに行くためであり当初は試合とは関係なくプライベートで自腹で来日する予定であった若手時代漫画のキャラクターに似ていたことから福ちゃんと呼ばれていた出後マスコミから 獄文機というニックネームが付けられたが、まさ本人が嫌がったためすぐお蔵入りとなった。東京プロレス設立の際、豊登りはそのどんぶり勘定な性格から周囲より、忌避され、また、初期も帰国していなかった状況だったため、レスリングオリンピック代表の経歴及び、父親が、某電機会社の役という信用性により、斎藤が、初代の代表取締役社長として登記された。 明治大学の同窓ということで、若手の頃から坂口誠治と交流があり、1972年、東京プロレス時代の絵も通じて新日本プロレスから参戦オファーがあったのを断り、日本プロレスに参戦したのは坂口がエースだから、と、プロレス雑誌の坂口との対談で明かしている。またその際に、バば、稲切り脱後の日本プロレスの集客の参上を見て、 このままではダメだと坂口に進言し、西麻布の棒焼肉店でのチョキ、坂口会談を実現させた。またタイガー・ハットリは、明治大学レスリング部の後輩にあたる。長収力の参謀に就いた頃現在に至るまでも、大学レスリング部出身及びオリンピック代表という、両人の経歴のため、参謀に就く以前から、指定関係が存在していたと見る向きがあるが、 1982年末に、長州力が、まさ最東に会いに渡米するまでそれほど接点はなかった、そうである。マット上では、北米タッグ、長州は、坂口のパートナーとしてエアプレ、日本選手権等でのシングルマッチ対宣言はあったが、当時は、ほとんど喋ったことがなかったと、プロレス雑誌のインタビューで語っている。解説時のユーモラスな一面とは違いリング上では聞き、 迫る表情で、どんな大型選手相手でも決して退かない、ファイトスタイルが特徴であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。